はい、どうも、DJ モックスジャパンでーす。はい、今、誰たちの曲か、わかります？まあ、わかる人はすぐわかると思うんですけど、まあ、グループ名も言ってたし。そう、今日は、あの、鈴木雅之さん率いる、ラッツ&スターの特集をやっていきたいと思いまーす。はい、改めまして、こんにちは、DJ モックスジャパンです。今日、ラッツ&スターの特集ということでですね、知らない方のために、ちょっとした経歴をお話したいと思います。1980年の2月に、ランナウェイっていう、曲でですね、当時はシャネルズという、グループ名でした、でデビューをしております。なんとこれがいきなりミリオンセラー、どんなグループかっていうと、まあ、コーラスグループという感じで、顔を真っ黒に塗ってですね、ドゥーアップで当時言ってたんですけど、それが話題となってですね、1983年ラッツ&スターというグループ名に、改名して、ね、ラッツ&スターってこう英語で書くと上から読んでも下から読んでも、右から読んでも左から読んでもラッツ&スターということで、まあ、意味合いとしてはドブネズミたちと星という、ドブネズミみたいなあの人間たちがスターを目指してやってるよみたいな感じの意味合いだったと言われております。まあ、そういう感じでですね、まあ、当時としては非常に、話題性のある、グループだったと思われまして、僕も小学生だったのでですね、まあ、よくあの実はあの記憶に残ってます。で、僕の友達がですね、まあ、お楽しみ会みたいなのが小学生の時あったんですけど、まあ、それでなんと、このラッツ&スターの曲を後で、この曲も流れるかと思うんですけど、実は、ライブでですね、小学2年生でライブをやっちゃうという感じで、うわすげえなーと、やっぱライブって素敵だなーとその時に思った記憶があります。僕はなんとその時演歌を歌ってました。北島三郎さんの曲とかを歌ったりとかしてですね、でまあ、実は、その後小学校4年の時に僕は、またその曲を歌ってですね、小学校内の全校歌合戦みたいなのがあって、実はそれで優勝してしまうという経歴の持ち主ではあるんですけど、まあ、まあそれは差し置いて、ラッツ&スターは非常に記憶に残る、グループということですね。まあ、鈴木雅之さんと、まあ、今ちょっといろいろあって表に出られませんが田代正史さん、が中心となった、コーラスグループとなっております。あとクワマンですね、桑野信義さんはトランペッターとして、正式メンバーとして参加されております。まあ、そういった、ラッツ&スターですけども、名曲たくさんあります、ね、ベストアルバムとか聞いてるともう知ってる曲がどんどん出てくるので、もうやっぱりすごいグループだったんだなというふうに思います。それでは、早速第1曲目、いきたいと思いますけども、先ほどご紹介した、デビュー曲、ランナウェイをですね、いきなり聴いていただきたいと思います。それではシャネルズで、ランナウェイ。ランナウェイとても好きさ、二人だけの遠い世界へ。
はい、シャネルズ聞いていただきました。どうですか？めっちゃ聞きやすいと思いません？ねえ、やっぱりね、当時は衝撃的だったと思うんですよね。ねえ、まあもちろん黒塗りの、外見というのも、インパクトが強かったと思うんですけど、まあそれ以上に、やっぱ鈴木雅之さんのこのボーカルと、ね、他のコーラスたちのですね、声も非常に特徴があったので、まあ、一発目で売れてもおかしくないような、感じだったと思います。で、この頃はまだシャネルズで、次お送りする時代もまだシャネルズ時代の、曲なんですけど、今回次はですね、2曲続けてお送りいたしますが、シャネルズの中でも非常にヒットした曲ですね。街角トワイライトという曲が81年2月1日、ハリケーンという曲が81年の5月21日のリリースとなっております。それでは2曲続けて、お送りいたします。シャネルズで街角トワイライト&ハリケーン。ホーミータイム、追いかけて今
はい、街角トワイライトとハリケーン聞いていただきました。バボンバンバンとかね、ベビザビーはドシャブリーとかね、そういうのがね、今まで当時今までなかった、
日本人はあんまり聞いたことない感じの、曲だったと思うんですよね。そういった意味ではね、ゴスペラーズとか今は、メジャーになってきてますけど、まあ、それの先駆けっていう走りっていう感じで、非常にやっぱり新しいことを世に出すっていうことの凄さっていうのをね、感じましたね。やっぱ先駆者っていうのは偉大だなっていうふうに思います。はい、それではですね、続いての曲は、ラッツ&スターに、改名した後の、楽曲となります。で、これもねめっちゃセクシーな、曲なので、ぜひ、鈴木雅之さんの、色気に酔いしれていただけたらというふうに思います。それでは聴いていただきます。ラッツ&スターで T シャツに口紅。
はい、T シャツに口紅聞いていただきました。これが83年の9月1日リリースの曲だったんですね。ね、この辺からね、鈴木雅之さんの色気がどんどん出てくる感じになってきてたと思います。でですね、次の曲は、ラッツ&スターがですね、まあほぼ休止状態になって約10年ぶりぐらいに出した、曲が実はありまして、96年の4月22日にリリースなんですけど、これはね、まあ、96年ということもあって、若い人でも、知ってる人が多いんじゃないかなというふうに思います。これもですね、先ほどの T シャツに口紅に引き続きめっちゃこうね、色気のある曲に仕上がっております。それではお送りいたします。ラッツ&スターで夢で会えたら。夢でもし会えたら素敵なことね、あなたに会えるまで眠り続けたい。私から遠く離れているけど、会いたくなったらまぶたを閉じるの。夢でもし会えたら素敵なことね、あなたに会えるまで紫色した深い眠りに落ち込み、私は駆け出してあなたを探してる。夢でもし会えたら素敵なことね、あなたに会えるまで
はい、夢で会えたら聞いていただきましたね。なんていうか、大人の男たちになった感じをですね、感じることができる曲だったなと。やはり10年ぶりの、シングルということでですね、すごく感慨深いものもあったんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは、最後の曲ですね。ね、あの曲を早くかけろよという声が聞こえてきそうな、感じなんですけど、まあ、最も、まあ、ランナウェイに匹敵するぐ、あの曲ですね。同じぐらい有名な曲でございます。83年、4月1日リリース、ということでですね、僕がラッツ&スターの存在を知った曲でもあります。当時、さっきちょっと話しましたけど、小学校2年の時にですね、この曲が、ヒットしました。ね、若い人にもぜひ知っていただきたい、一曲であります。それではお送りします。オラ DJ モックスタイム、ラッツ&スター、オーメイクミーのヒット。はい、ラッツ&スターで、めぐみの人聴いていただきました。ライブバージョンどうですか？良かったでしょ、ね、やっぱりね、ライブはいいなと思った。
ね、やっぱりね、こういう人の心にこう刻み込まれた曲をね、改めて久々にライブで聴くとね、もう本当何が出てくる人いっぱいいたんじゃないかなというふうに思います。やっぱりね、こう、いい曲、名曲っていうのはいつまでもいつまでもいろんな人に歌い継がれていくんだなと。で、まあ、このチャンネルもそういう役目を果たしていけたらなというふうに思ってます。まあ、ということでですね、今日はですね、ちょっとエンディングの曲の音量を上げて、聞いていただいてます。なのでちょっと俺も大きめの声で喋ってます。なので今日はですね、この曲をちょっと聴きながら、ね、聴くことを重点に置いてね、さよならしたいと思います。というわけで今日は、ラッツ&スター、のスペシャルということでお送りしましたけども、1曲目ランナウェイ、2曲目マジカルトワイライト、3曲目ハリケーン、4曲目 T シャツに口紅、5曲目夢で会えたら、そして最後が6曲目めぐみの人ということでお送りいたしました。80年代めっちゃいい曲まだまだあります。まだいろいろ企画考えてますので、これからもこのチャンネル聴いていただけますようにお願いいたします。で、今日は少しエンディングのおしゃべり短いですけども、この辺りで終わりにしたいと思います。それでは DJ モックスジャパンの YouTube ラジオ、今日はこの辺でごきげんよう、さよなら。Cool.